人形天皇は日本の第19代天皇。日本書紀での名はオア妻枠マ宿ク天皇。乱れた姿勢の改革を行ったと伝えられる。五世紀前半に実在したと見られる天皇。大晦左在天皇の第4巫女。母はカツ卒彦の女、岩の姫の命。伊沢保明天皇、水葉明天皇の同母弟である。 水原家天皇が、即位5年1月に皇太子を定めずして崩御したため、軍臣たちの相談により、天皇に推挙された。病気を理由に、再三辞退して空位が続いたが、翌年12月に、妻のおしさかのお中津姫の強い要請を受け即位。即位4年9月、諸子族の姿勢の乱れを正すため、飛鳥か甘かしの急にてく形を実施する。即位5年7月、 玉田すくねの範囲が露見、これを中殺する。即位7年12月、皇后の妹、外織のイラツメを受代させるが、皇后の不況を買う。即位23年、長男の木梨し恵美子を皇太子とするが、翌年に、同母妹の慶王娘王女との近親相関が発覚。即位42年1月、宝御。 古事記では、後5年1月15日に報じたとされる。木梨慶美子は、軍神の指示を得られず粛清され、弟のアナホ王子が即位した。寒風志望である、陰陽天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大海の御船によって先進された。水原家天皇が、即位5年1月に皇太子を定めずして奉御した。その後、 行為を継ぐように周囲から勧められていたのが、弟の大和妻は久保少年御とである。治病のため耐えられないと断り続けていたが、翌年12月に、妻のおしさかのお中津姫からも強く勧められついに、拒みきれずに即位。即位3年に1月、白木に腕の良い医者を求める。同年8月、医者が来庁して、天皇の病気を立ちどころに治した。古事記によると、 白木から蜜着物を運んできた金葉沈め官の利竹が大変役に詳しい男で、この男の作った薬によって病気が治ったとされる。即位四年、健康を取り戻した天皇は、死生制度の改革に乗り出す。この時代に用いられていた死と生は軍神たちが、自らの身分を表す称号だったが、死生間の上下関係さえわからない上、え、死生を偽る者も多くあり乱れていた。 姿勢の乱れは国を乱すと憂いた天皇はすべての氏族をアスカかしの宮に集めた。そして、たちを行って、姿勢を正しく定めた。たちとは神に誓った後、熱湯に手を入れる制約の一種である。偽る人は火傷を負うとされ、偽る人に恐怖感を与え自白する効果もあった。天皇は姿勢に、 偽りのないことを軍心に誓わせながら誤った、姿勢を正したのである。また、即位5年には、天皇の母である桂木の岩の姫野の,の兄弟、あるいは老いにあたる桂木の玉田すくネを、先定の貧窮での役目を怠ったとして打っている。即位7年、天皇は皇后の妹の乙姫を火にしようとした。乙姫は、その美しさが衣服を通り抜けて光っているほどだという。 意味で、外折のイラツメと呼ばれていた。しかし皇后は、妹の受代に不快感を示し、外折のイラツメ自身も姉を思んぱかって、受代を拒否した。天皇は、イカツオミを送って、外折のイラツメを説得させた。イカツオミは庭に伏せ、懐に隠した干し芋を食べて、上をしのぎながら七日七番動かなかった。とうとう折れた外折のイラツメは、受題を承諾したが、 宮中とは別に、藤原宮に住まった。翌年2月、外織のイラツメは、皇后の執刀理由に、さらに遠方のチヌ宮ーへ移った。天皇は、有料に囲つけて、外織のイラツメのもとに行行を続けた。即位10年に皇后に諌められ、その後のチヌ行行は稀になった。以上が、日本初期のシルス外織姫伝説であるが、古事記には記載がない。古事記は、 天皇の娘の家大娘王女を外折りのいらつめ、または外折りを落としている。即位23年、木梨慶美皇立大使。しかし翌年に、大使は、同母妹の家大娘王女との道ならの恋に落ちてしまった。同母兄弟の恋となると、皇族の近親婚が珍しくなかった当時でもさすがに、近畿であった。即位42年、天皇は崩御。 しかし暴虐を行い助食に溺れたとみなされた大使から人心は離れ弟のアナホ王子へと移っていった。アナホ王子を恐れた大使は密かに挙兵しようとしたが失敗し物の部マ前スクネの館に逃げ込んだ。そこへアナホ王子が軍を率いて現れ館を取り囲んだ。マ前スクネはあっさりと大使を裏切り最後を悟った大使は自害した。 あるいはイオに入るされたとも言われる。古事記によれば、大使は伊予の世に流されたという。残された系大娘王女はなお思いが募るばかりで、ついに伊予へと向かってしまった。再会した兄弟は喜びに浸りながら自害して、果てたという。この兄弟の秘伝が古事記における外織姫伝説であり、陰陽期の大半を占める歌物語となっている。 日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。日本書紀に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と西暦対象表の一覧を参照。日本書紀では即位後の戦闘記事がなく、水原家天皇の田地肘場がき遇をそのまま使っていたことになる。古事記によるととは縁アスカ アスカの地に宮を設けた初めての天皇ということになる。陰陽天皇、江賀長の北陵陵の名は、江賀長の北陵宮内庁により、大阪府藤井寺四国府一丁目にある遺跡名、市の山古墳に事情されている。宮内庁上の形式は、前方公園で、墳九丁228メートルの前方公園墳で、ある。上記とは別に、大阪府藤井寺出動にある。 遺跡名、都道上山古墳は、宮内庁指定の藤井寺両母山高知として、陰陽天皇が、悲壮候補者に想定されている。また皇居では、高霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。中国の歴史書、僧女、両書に記される、和の豪中の和王住に否定されている。古事記では、藤原こと節王女と同一人物とされる。 日本初期、岩波書店 ISBN9 兆7840億300万427、外池登る、自転量母さコーチもう一つの天皇陵ピアニッシも49から52。ありがとうございます。